皆さんこんにちは、マジンこと渋川南波です。じゃあ早速今日の講義に行ってみたいと思います。本日のテーマはトップ名で微妙な手が来た時の立ち回り方です。まあとてもねあやふやな感じですけど、まあ、実際多分よくあると思うんです。自分はトップ名でなんかあんまり打ちたくもないけど親も流したい。そしてまあ悪い手だったら分かりやすい、しっかり折ればいい。いい手だったらまっすぐ行けばいい。ただ微妙な手が来た時どうすればいいかなっていう悩みは多分誰しもあると思うんで、その打ち方の考え方を説明したいと思います。それでは早速こちらをご覧ください。まあ、ハイパイです。まあ、いい手の部類ですが、トップ目でない一局、絶対に報じはしたくない局面で、まあ、めちゃくちゃいいとも言い難いですよね。自敗も頓車発順だって。こういう手の時の考え方を説明したいと思います。ではまずまあ1枚目積もり E1 です。まあ微妙な牌ですよね。でこういう時に、まあ、候補は多分 E1 を積も切るか自敗を切るかだと思うんですけど、まあ、とりあえず自敗っていうのはいっぱい場に切られたら安全牌なんですけど、1枚も切られてないうちは安全牌じゃありません。そしてこのトンっていうのはまあ今難入してるんです。ない一局なんでおたかぜ、つまり重なっても役にならない牌なので、この価値はちょっと低いですね。ということで一旦トンを切ってまず様子を見ます。でチューン発とか重なればまあ泣いて上がりもいきますし、様子を見ると3層を持ってきました。また微妙な牌、これが数層とか老層ならよしよし行くぞとなるんですが、3層で、まあ、カンちゃんができてしまい、ここでの考え方、これね実はちょっと大事な考え方なんですけど、ここで皆さん何を切るか、まあ、E1 切る方やハツやチューン切る方やシャー切る方いると思うんですけど、僕の選択はここでドラのシャー切りです。はい、これなぜかと言いますと、まあ、僕はトップ目なんですね。自分トップ目なんで別に必死にシャアを重ねて打点は欲しいわけじゃないんですよ。なのでこのシャアは別に打点がそんなに欲しいわけじゃないから、残してる理由はじゃあ泣かれたくないからというわけになるんですね、残すとしたら。ただしこのシャアってシャア茶のこの1万4000点持ちの人の風でしかないんですよ。その人が泣いてくれたら、別にラス目がドラ泣いて親がやりづらくなってくれたらそれはそれでいいんで別に OK で、仮にじゃあ親が泣いてしまったと、で親が泣いてもみんな親にドラポン上がれたくないんでビチッと自敗を絞ったりしてくれて上がられない可能性も結構あるんで、僕もチューン発切らずに絞り続ければよくなると。でしかも一番いい理由は、今シャー切っとくとね、例えばドラシャー統一で面前でいけそうな人は役がないんで泣けないわけですよ。となるとグヌグヌともう見送るしかない。ただリーチ入った後にこのシャア切れないですよね。ドラ短期もあるしシャンポンもあるんで、なのであんまり使わないドラは先に切りましょうという圧倒的に得な考え方があるので、その考え方に従って今シャア切りました。これはちょっと覚えておいてください。使いづらいドラはもう早く切れと、これは大事です。ここでパーソーを引きましたね。でここでチューン発が現物というか1枚切りや2枚切りになってれば安牌候補で使えるんですが、こいつらはまだション牌1枚切られてないんで安牌じゃないんですよね。で安牌じゃない牌を持ちながらこの辺3増切っても E1 切っても手牌にロスが出るので、ここは安牌じゃないのでチューンを切ります。安牌だったらまた話は変わります。 E1 とか切ることになると思います。そしてでここでローピン引きましたね今度は。そしてここでそろそろ自分は誰に打ちたくないかというと親ですよね。やっぱね親は高いんで 1.5 倍なんで、で親の現物がそろそろ欲しいなと思ってるところに E1 が通ったんで、この E1 は大事な牌なので今切れなくなったと考えてください。なのでスタートから考えることは、親の現物を持ちたいな持ちたいな、何か出ないかな、 E1 が出たよしこの E1 切らないという思考になるのが今大事です。つまりこのローピン引いてよし単用だと言って E1 を切るのはダメです。じゃあ何を切るんだとなった場合、
ローピンも単用の種、 E1 はキッチュダメとなると三蔵の4とか2が痛すぎるんで、ここで勇気を持って初を切ります。自敗はなくなりますが、もうこの手はちょっと上がれそうで、今のうちスリムにするのは厳しいし、 E1 は現物なので切れないと。で多分正直トーンシャーチュン初でも自敗4連打してる人も多いと思うんですけど、これは同じ切るんじゃなくて自敗が通らないからしょうがないから切っていると、まあ、考え方の違いですね。ハツが例えば今2枚切れになってたらハツは残した方が絶対いいですというふうに、安全牌の所在を常に確認しながら進めてください。そしてここで今度はなんと3層が通りました。3層も通る牌となり、 E1 もさっき言ったように切りづらい牌となると、想像の355678は切らない、 E1 も切らないとなると、切るのはリアンワンかローピンしかありません。これどっちが入れないかなとなった場合、まあ、これは正直そんなに大差はないです。リアンワン切りのメリットはローピンにくっついた時に偉い、ローピン切りのメリットは3ワンとかローワン引いた時に偉い。ただまあ3ワンローピンを仮に切った後3ワンを引いても別にね、こっちのね3色の方を残したい時もあるんで、ここでリアンワンを切ります。ローピンにくっつく方が痛いと判断しました。リアワンを切って3ワンを引いても別にローピン切ってそんなに悪い形にならないんで、まあ、ここでこの形になると少なくとも対5円に対しては E1、E1、3層とあり、まあ、守備力がちょっとあるなという考え方になります。他の2人に対してはちょっと厳しいですが、まあ全員をケアするのちょっとこの手じゃきついんで、まあ親に対しての安牌を数多く持てればそれで満足しましょう。でこの3番は知恵したら一応進みますけど、先ほども言ったように何度も言ったように放銃したくないんで、こんな安い手で形苦しい知恵しても苦しいんでまだスルーします。それローピン引きましたね。ここでもう何もなければもう間違いなく E1 切りです。たださっき言ったように親の現物です。 E1 はかといってローピンをつも切ると果たして上がりがあるのかと考えた場合、ここがバランスの考え方なんですが、上がりのメリットは大きい。そして E1 を切ると結構形はよく上がれそう。ここで勇気を持って E1 を切ります。ただしこれが例えばローピンなんかパーピンを引いてたとしましょう。パーピンを引いていた場合、まあ、もちろんこの場合も E1 切りたいんですが、そうするとちょっと形の感知ピンもあり形は悪いし、なおかつ安全牌を E1、E1、3度と切ってことになるんで、その場合だとパーピンをつもぎって安全牌残した方がいいかもしれないですね。まあ、そういうふうに常に何を引いたらどうするかも考えましょう。これはもうローピン引きで単用でかなり上がりそうになったので勇気を持って E1 切ります。そしてここの数層が出てきました。この数層なくともサブロワとリアンピのイーシャンテンかなり上がれそうです。ただし虎の子で持っていた安牌の三蔵が切る、三蔵切ることに、三蔵切るじゃない、使い切ることになってしまいます。これは正直ちょっと嫌ですし、安牌の今しかなくなります。ここでまた考えます。ただ今回はドラのシャアを切っても泣かれなかった。そして親の捨ては別にそんなに早そうっていうか、まあ真ん中バンバン切って恐ろしいわけではない、上がりの価値が高いということで、ここは勇気を持ってチーします。これがちなみにサブローはリャンピンだとチーして E1 を切ってなおかつ形が悪いので、その場合はバランスが取れないと判断してスルーしますが、まあ、サブローはとリャンピンで両面両面ならいいかということで、ここは勇気を持ってチーします。でも切るのはウーソーです。まあ、パーソーとウーソーの比較だと端っこに近いパーソーの方が安全度が高いという単純な理由ですね。 E1 は絶対切ってはダメです。そしてここでちょっと事件が起こります。ロー1をすでに切ってる人がウー1をポンしてパーピン切ってきました。なんかおかしいなとすぐに気づいてほしいですね。なぜなら556とある中で6を先に切るなんて普通ありえないですね。47向けがあるんで、なのでここで考えることは、ウーワンポンし、ローワンを先に切ってウーワンをポンしたということは、まず間違いなく縦系の手がここにあると、トイトイ系が眠っていると絶対考えた方がいいですね。
で切ってきたパワーピンはもうよくわからないノイズとして置いておきます。でこの問い面の方は縦系の手だなと思ってください。間違いなく556か6を先に切って5ポン、これはもうすぐ反応してください。多分上級者の方は、まあ、中級者の方でもわかんないですけど、とりあえず違和感にすぐ気づけると思うので、縦系の手だなという想定をして自分持っていきます。でここでまずチーピンを引いていきました。縦系の手だとしたらちょっと怖いですね、1枚も切れないんで。ただここで9ピンを先に切ってるのにわざわざ778で持ってるかと考えた場合、僕は持ってる可能性低いと思ったので、ここはつもぎります。勝負です。もちろんまだテンパイしてない可能性が十分あるとも思っています。そしてここでリャングピンテンパイしました。やった。こうなると E1 切ります。であと考えるのはもうどこまで押せるか。上がりの価値は高いんですが自分の手は安い。そして問い目の方は赤含みのポーンをして縦系と考えた場合、無謀に全部行くのはきついかなという思考を持ち、まあ、パーペンの現物切ります。そしてここで最後の選択ですね、ドラのシャア。自分が2巡目に切って泣かれてない1枚切れです。この問い面の方の仕掛けが単ヤだと思っていると切れるんですけど、先ほど言ったように僕はもう縦系の仕掛けだとローワンを切ったというワンポンで思っています。縦系の人ドラのシャアを切るのはどうなのか、ここで考えたんですが、僕の選択はこれでした。切るでした。これなぜかと言いますと、もちろんまだ張ってないというのもあり、張ってない可能性があるというのもありますが、ドラだとドラドラだとした場合、シャーシャーとあり、さらに赤上回るわけです。その場合556からわざわざ6を先に切ってまで縦に固定する必要はあるのかと。なぜドラドラ赤なんで普通の面前でもしたい、リーチもしたいなら556かもうちょっとギリギリまで引っ張るんじゃないかと思い、このドラドラの可能性は低いと思って勝負しました。そしたらウーピンが出てドン。そしてまあドン。これはまあただ普通の手順に見えますけど、まあ実際普通の手順なんですけど、まあ思考は道中の思考結構いろいろあったわけですね。その辺も意識していただけると麻雀の上達につながると思います。ただ攻めるんじゃなくて、この安牌があるからこれはギリギリまでいける、この牌は今先に切っておきたい、この牌は危ないけれど、どういう理屈で通りやすい、もしくはどういう理由でこの牌は打てないなどと考える必要があるんですね。この手順は多分おそらくほとんどの人が同じ手に上がりますが、道中にどんな考え方をするかで邪力の違いが出てきます。似たような局面でも活かせる考え方なので、ぜひ考えてください。ちなみに問い面の方の手はまあ、トイトイ含みのタンヤオから今トイトイになったところでしたね。まあ、ちょっと思った、もうちょっとトイトイしてるかなと思ったんですが、まあ、この辺はちょっと競技慣れした打ち方というか、実力上位というか、まあなんか発想力が、まあ、ちなみにどこから切ったか見てみますか。これすごいところから切ってるんですよ。ここからローワン、パーピンは3色同行の種、三蔵は親の見物、ウーピンはあとウーピン引きがあるということでローワン切りになったと本人はおっしゃっていました。これちなみにドッポさんの一打です。いやこれはね、素晴らしいというか面白い一打でしたね。このせいでちょっとトイトイだと僕が誤認してしまったので、まあ、ちょっとシャーとかで降りてしまう危険性もあったかなという感じです。まあ、今回の曲のテーマの肝は、報酬はしたくないけど上がりたい時に常に親の安牌の数を考えながら、自分の上がり率と報酬率の天秤にかけながら考えてみましょうということでした。以上です。ありがとうございました。